はい、ちくわでーす。今回はリベルボッツエピックウォーというゲームをご紹介します。こちらのゲームはロボット軍と人間軍を、指揮して戦うハイスピード戦略カードバトルゲームとなっておりまして、こういうね、自分のタワーを守りながら、これね、いろんなこうカードがありまして、このね、カードをこのね、コストを使って、こう盤面に召喚していきまして、で、ね、相手のタワーを破壊した方が勝利となるゲームになっています。なのでね、大人気スマホゲームであるクラッシュロワイヤルのような、ね、ゲームになってますね。で、こちらのゲームのね、まず注目したいところは、このね、ゲームはWeb3 ゲームのね、大手であるアニモカブランズや UBI ソフト、イミュータブルなんかね、いろんな7たるね、Web3 ゲーム会社との提携をしておりまして、非常にね、注目できるゲームとなっています。さらにね、こちらのゲームはリベルボッツのエピックウォーというゲームと、リベルボッツの、これなんて読むんだろう、 XOIIE ウォーズこれソイ、いやちょっとすみません、ちょっとこれ読めませんけども、まあね、なんとかウォーというね、ゲームがありまして、今のところはこちらのゲームの、ね、2種類がプレイできるという感じなのかな。ただね、こちらのゲームの稼ぎ方なんですけれども、ここにね、マーケットプレイスがありまして、これ、ね、トークントロベ、ちょっとまあこれ日本語合ってるかわかりませんけども、まあね、ここにマーケットプレイスがありまして、で、こちらの方でこれね、エピックウォーのルートクリエイトというものが売られています。で、これがね、いまいち何なのかよく分かってませんが、まあ、なんかね、レジェンダリーとかいろんなものがありまして、これがね、まあ、売ったり買ったりすることができるということなのかな。で、なんかね、こう貴重なね、カードとかが NFT になってくるのか、ちょっとね、その辺はこちらのね、公式ホームページからちょっと読み取ることが私にはできませんでしたが、まあね、マーケットプレイスがあるので、何かしらのね、カードとかね、アイテムとかをね、売って稼いでいけるという感じなんだと思います。まあね、こちらのゲームは App Store と、ね、Google Play Store でどちらでもね、プレイできますので、早速ね、始めていきたいと思います。はい、こちらがね、実際のプレイ画面になってまして、で、まずは私は反乱軍ボットの最高司令官ですと。で、まずは何かしらどんどんね、プレイをしていくというところですけども、あなたは攻撃を受けています。カードをプレイして、じゃあこれをまずはここに置きなさいよと。で、こっちもここに置いて、で、これで、カードを消費して、敵を、ね、攻撃していくという感じですね。これは人間軍対ロボット軍の戦いという感じなのかな。で、私はこのロボット軍を操作するという感じっぽいですね。じゃあこの辺もガンガン設置して、さあこれで攻撃をしていくと。さあ、で、向こうに、ね、タワーが3つありまして、おそらくね、真ん中のタワーを破壊すると勝利と。そうですね、敵の指揮官を破壊して戦闘に勝利します。さあ、ただ敵の指揮官めっちゃ強そうだけど、すげえ戦車だけど、まあ、あとはこの辺もどんどん作っていく、作ってガンガン攻撃をしていくと。お、これで、真ん中のね、ところタワーを壊したんで、さあこれで侵入者員侵入者員の勝利です。で、何か宝箱のようなものもらいました。で、OK と。で、この宝箱はタップをして、ロックを解除すると。はい。で、これを開けますよと。で、そうすると、はい、じゃあこれなんだと。あ、これでいろんなこうカードがもらえるんですね。お、これ新しいカード。あ、やっぱり人間もいるんだ。人間とロボットをこう組み合わせると。こういった感じ。バズーカ部隊。さあ、これは、これはゴールですね。こんな感じでね、自分のね、どんどんこうデッキのレベルをね、上げていくという感じですね。で、カードをアップグレードする時期が来ました。じゃあ、これで、こちらの方で、このね、先ほど取ったやつのカードをアップグレードして、どんどんね、自分のデッキを強化していくと。はい。ヒットポイント、ダメージ、毎秒のダメージ、こういうのが上がっていきます。で、また、戦闘に行けっていくのかな？戦いにまた参加をすると。
さあまたこれで、バトルが始まりまして、で、そうしますと、あ、今度はあこのね自分の指揮官というものがいまして、でこれタップして、あこんな感じで自分の指揮官を動かせるんですね。ほらほら、お強いこの指揮官で、修理が必要なので、救急箱これをタップして、あこんな感じで、一回戻るんだ。なので、やばい時はこの指揮官をね、こう出撃させて、で、ね、こう攻撃をしたり、でね、HP を回復する場合は、自分の場所にね、もう一回戻るということもできるんですね。さあ、この指揮官をもう一回移動させて、で、これで倒していくと。最下位、お、強い。さあ、攻めろということで、で、今度これをここに置いて、あ、こんな感じでね、指揮官をこう防衛しながら、OK、これで一気に攻め込む。この指揮官も、さあこの1回ということで、このね指揮官も攻撃に参加してもらうと。さああとはここだ、ここだけを倒せば勝利。お指揮官強っ。はい、これで一瞬で、バトルに勝利と。でこれでまたね、宝箱をゲットしまして、でまたこれも開いていくと。はい、で新入社員じゃなくてこちらがちくわかな、ちくわに名前が変えられます。ちくわで OK で、開けると。で、ポチッ。お、ほら、ロケット部隊。これは？お、なんかこれ、出やそうじゃないこれ。ヘリ。あと、こちらはゴールですね。お、で、やっぱりなんか、ちょっと、出やそうな、ヘリが、こちらタップしろと。で、選択をする。で、あ、ここに追加をしなさいよと。で、おそらくね、このカードのね、こう、縁がね、こう色が違うのがレベルが高いという感じかな。レアリティ、すごい。レアリティ、すごいってなんだこれ。レアリティはすごいというレアリティと、一般というレアリティがあったり、まあね、いろんなこう、レアリティがあるんですね。じゃもう一回戦闘に行きなさいよと。さあ、最終トレーニング。これでチュートリアルが終わりかな。お、今度は向こうも指揮官がいる。やばい。さあ、これは、今度は、向こうの指揮官にも注意する必要があるんですね。で、まずは、先ほど取ったね、レアなやつをこちらをここに置いて、で、ヘリで、攻撃をしていくと。お、ヘリ結構強いな。さあ、私を勝利に導いてくださいということで、さあ、あとは、もう自分で自由にプレイできるのかな。じゃこの辺のやつをどんどん設置していく。で、設置しながら、この指揮官をこう、前に出しつつ、さあ、いけ！さあ、ガンガン攻撃しろ。OK、指揮官はこのまま本体に攻撃を仕掛ける。OK、いったかな？これで勝利だ。OK。さあ、これはね、相手の指揮官をこう倒したんで、これで勝利ということですね。おー、何これ？今度なんかレアそうなね、ボックスを獲得しました。じゃあ、こちらももう一回開けていくんですけども、多分ね、このボックスを開けるには時間がかかりそう。やっぱそうですね、40分ですね。お、で、新しいランク、ブロンズに到着しました。で、そうすると、新しいアリーナロックが解除されましたよと。で、これでトレーニングシミュレーションが完了しましたよと。で、これでチュートリアルが終わったんですね。で、今度は、指揮官を選択と、こういうことで、あ、指揮官を変更できるんですね。多分ね、いろんなこう宝石とかを、ね、使って、こう指揮官を購入するという方法もあるみたいです。なので、ね、ゲームをどんどんね、プレイしていって、こういうね、この宝石のようなものを集めていくと、こういうね、指揮官も購入できると。で、この指揮官はね、こういう戦車に乗った人間のね、指揮官ですとか、で、あとは普通のね、こう、ロボットの指揮官もいると。で、プラチナになると、やべ、こんな強そう、ヘルブランド。で、人間の指揮官は、人間の指揮官はね、一番マックス強くなるとね、もう戦車に乗ってないんですね。ほら、こんな感じのやつもいます。で、こういうのね、どんどんね、デッキを編成して強くすると。じゃあ、まずはこれタップして、ロックを解除しておいて、で、まあ、あとは、左下の方になんかね、このコインのようなものがありまして、で、これは、毎日のね、ログインボーナスですとか、
まあ、あとはあ、まあ、お金を、ね、使って、いろんなこうアイテムを購入したりですとか、まあ、そういうことができるという場所ですね。でね、先ほどこちらの方ではこうデッキを、ねアップグレードしたり、お好みの、ねこうデッキを編成するということもできますし、でこれはなんだ、これはあ、これはクランですね。いろんな、ね、プレイヤーとこうクランを組めるという感じみたいです。でこちらはリーダーボードというものがありまして、で、ね、なんかこうヒーローリーグというものがありまして、なんかね、これで上位に行くとね、おそらく稼げそうな感じがしますね。この R というね、これはなんかトークンかな、これをね稼げそうな感じがします。で、ね、毎日のトーナメントというものもありまして、こちらでも、まあ、上位4名の方に賞金を贈呈しますよと書かれていますので、まあ、こちらでもね、ちみちみと稼いでいけるという感じかな。まあね、本当にクラッシュロワイヤルにそっくりなゲームになってまして、非常にね、クオリティも高くてね、面白いゲームになっています。はい、ということで、リベルボッツエピックウォーというゲームをご紹介してきましたけれども、アニモカブランズや UBI ソフト、インメータブルとね、提携をしている、非常にね、期待できるゲームになっていまして、スマホでね、簡単にプレイできますので、ぜひね、一度お気軽にお試しください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。